Hi guys, this is Chef Takashi. Today, I'm going to show you how to make 釜飯 at home. 日本では炊き込みご飯と呼ばれているご飯です。こんな感じで、ご飯が茶色いご飯ですね。お米と一緒に調味料と材料を一緒に炊いていきます。ソブランマサラク。難しそうに見えるんですが、炊飯器を使えば誰でも簡単に調理することができます。 Yes, here we go. 今回準備した食材はこちら、鶏肉、人参、きのこ、ベーシックな材料になります。皮を剥いてあります。こんな感じです。いろんなきのこありますんで、お好きなものを使っていただいて構いません。椎茸の軸ももったいないので、薄く切って入れていきます。えのきは硬いところを取ってもらって、だいたい3分の1ぐらいですね。鶏肉は、今回は皮を取りました。はい、こんな感じです。塩を一振りで、ちょっと揉み込んでください。はい、こんな感じです。はい、それでは炊飯器に材料を合わせていきましょう。今回用意したのは、お米2カップですね。2カップなので 300g 入っています。2カップのお水を入れていきましょう。はい、こんな感じです。調味料です。砂糖ですね。ご家庭にある何のシュガーでも大丈夫です。フルスプーン2杯砂糖を入れます。で、こちら醤油ですね。日本の醤油キッコーマンを使用しました。ご家庭にある醤油何でもいいんですが、日本の醤油の方が癖がないので、炊き込みご飯には良いと思います。油です。油をテーブルスプーン1杯入れてください。こんな感じです。こうすることによってお米がしっとりと仕上がります。今回は、キャノーラオイルですね。癖のない菜種油、ソヤオイルなどでも良いと思います。こちらに先ほど切った材料を入れていきます。人参、マッシュルーム、鶏肉ですね。全体的にならしていきましょう。この状態で、約10分15分ぐらい浸積させましょう。旨味を吸収するので、美味しさがより一層アップします。約浸積させてから15分ほど経過しました。通常の白米で大丈夫ですんで。それでは炊飯スタート。 See you guys. バイバイ。Wow, it's nice color. Margarine kurai. This is very familiar at Japanese home cooking. Look at this texture. Are you hungry? Gutomu kana? Itadakimasu. Oishii. Umasarap. Tori no umami ga gohan ni shimi atatteiru kanji desu ne.油を少し入れたことによって、ご飯がツヤツヤして、しっとりした感じに仕上がってます。アレンジも可能です。ぜひご家庭でいろんな炊き込みご飯を楽しんでみてください。 See you again. バイバイ。